はい、では続きをやっていきたいと思います。表にいたおじさん、目の細いおじさんから、まあ、アイテムで、まあ、解毒薬と、マガタマと、傷薬を買ってきました。まあ、最初のダンジョンなんでね、まあ、そんなに強い敵は出てこないだろうという予測で、まあ、どうしようかな。どっから探索していこうか。なんか、いっぱい部屋がありそうな予感。なんか絵がある。さあ、いや、いきなりなんか強そうな敵から出てきやがったなぁ。うわぁ。いや、痛い。コボルト?だが、こちらに、デビルバブル。どんぐらい食らうか。いやぁ、きついな。結構魔法が、相手の魔法が強いなぁ。ここは、よし。一匹いなくなったらこっちのもんだ。クレスト君回復。いやぁ、結構、これ。RPG スクール4の戦闘ってもうゆっくりしてられないんで、もうなんか常になんかやっとかないといけないっていう、この戦闘に慣れないといけないっていうのがもう本当にきついんですけど、誰だ、言われ、ローザの HP もない、やばい、全然弱くないじゃないか。いや、やめろ、なんかやり始めてる。うわ、いや、もう、ショック。もう、初回からこんなにバタバタしていいのか。わあ、よし。いやー、なんか、ローザだけ HP がすごい減っている。はあ、こんなバタバタする戦闘でいいのかどうか。もう、厳しいな。ローザの HP が、これ多分ボスがいるんで、アイテムは節約していきたいが、いやー、まあ、左から調べていきましょうか。このおどろおどろしい BGM なんだけど、ここは、まあ、魔王、ゾハルじゃないや、魔王のウルグっていうのが、まあ、大昔にいて、それの、まあ、家、みたいですね。あ、八の悪魔、全衆。いにしえの八匹の悪魔。アルスたちが倒したので、残り三体であるって。本に調べなくて横を向いてるだけで、本が見えたのか。そうですね、前回の、レミントンヒストリーか。で、この八の悪魔、大体倒したと思いますね。で、あと、残ってるのが、わかんない。忘れた。なんかいたような気がします。はい。まあ、そのうち、多分、この RPG スクール4で出てくると思うんで、まあ、八の悪魔、残り討伐みたいなのもあると思うんで。ただ、何にもないっていう、ね。人の気配がないね。この、魔王ウルグの、家で娘が隔離されていたはずなんだけど、この絵は何だろう。調べられない。あ、調べられた。美しい女性の絵画だ。うん、これがあれか、アマラか。これって、こっちが魔王ウルグ。これが魔王ウルグで、こっちが奥さんのアマラなのかな、これが。こっちは何だ。おいおい。あ、凛々しい男性の絵画だ。ってことなのかな。こっちが、大魔王、ウルーで、左にいるのが、妻のアマラ。で、娘がこの屋敷にいると。そして、ゾンビもいると。もう、こういう雑魚敵はもう、連打した方がいいんじゃないか、と思って、よしよし。アルス君強いな。そして、右手を上げてなんか、格好つけてる。ああ、そうか。アルス君はね、なんか装備が異常に強いんですよね。この勇者の剣っていうのが、あ、そうだ、エアードの説明をしておかないといけないかもしれません。前回、説明をし忘れたかもしれません。装備品にこのレアードっていう星印が、ついていまして、この真ん中が白い
ものは基本的に、まあ、どっかでは買える、店で売ってるもののレア度、うん、っていう感じです。まあ、高い、この星がどんどん多くなってくると高いっていう感じですね。でもまあ、高いって言っても店で売ってるんで、まあ普通にやれば手に入りますよ、みたいな感じ。ただこの真ん中が白い方は、店で売ってない、宝箱とか、敵が落としたりとかで手に入れないといけないっていうので、もう、さらにレア度が高いという、こっちの方が、この真ん中が白いのよりもこっちの真ん中がくり抜いてある方が、まあ偉いというか、レア度が高いと。いう感じで、まあそんな感じですね。うん、じゃあまあアルス君は前回ってかレミットヒストリーでは回復係だったんだけど、この4ではちゃんと強いキャラになってるってことか。あれ、この本棚を調べられた。召喚獣のすすめ11月号。今週はシルフ。風の使い手らしい。そうですね。この RPG スクール4は、まあ、召喚獣っていうね、まあ、魔法があるので、それも、まあ、おいおい出てくると思います。はい。剣士レイシスの冒険。レイシスという剣の使い手の冒険記のようだ。うん、これは何のフラグなんだろう。うん、本棚に、こう、魔王ルーグが好きだった物語みたいなのがある。あ、宇宙の仕組み、追り、星の位置などが図解されている。これは誰の趣味なのか。魔王ルーグの趣味なのか、奥さんのアマラの趣味なのか、娘のマリアベルの趣味なのか。こっちか。こっち、あ、宝箱がある。よっしゃ。来い。アセラスの薬。アセラスの薬は、多分全回復みたいな感じだ。あ、そうだ。すべての病を治す。これは、多分、書いてはないけど、売ってない薬になると思います。アセラスの薬は、まあね、まあまあ、万能薬みたいなもんですね。脂肪も治すし、毒とか、石化とか全部直すね。ただ、売ってないと。まあ、ファイナルファー、あ、おぉ。ネズミか。丸連打の方が強いな。あ、痛い。ネズミが出てくる屋敷。大魔王の屋敷。ネズミ取りぐらい設置しておけよっていう感じですけど。いやー、あ、この下入れるのか。ってことは、これ、あ、おう、もうなんか、まっすぐな道が。お、屋敷の中に、こう、庭がある。で、花も咲いている。お、なんかこの、あからさまに怪しい、なんか四角のブロックがあるけど、これは。あ、レリーフが置かれている。うん、アルス君イケメンだね、娘の好きな物語の主人公と書いてある。あー、ってことはさっきの本のあれか。一つが召喚獣で、あ、そうだ。あれだ、なんだっけ。レイシス。あぶね、自分で作って、その、パスワードを忘れるっていうことになるところ、あぶね。いや。ラリルーレだ。こっちじゃない。ラリルーレ、レ、あ、あれ、い。シーだからこっち書いた方が高い。早い。うん、レイシス、ス、ス、サシス、シー、ス、オッケー。これでオッケーのはずだ。あ、クレストさんがなんか驚いてますけど。おう、爆発した。おう、なるほど。階段が隠してありましたと。はい。いきなりなんか、吸血鬼が出てきそうだな。あ、人の死骸もある。
寝る前になんかこう人間を人間の息地を吸って寝たみたいな、入ってるってことか。あ、それがさっきゾンビ出てきた、それか。いや、よくわからないけど。お、なんかこの像がある、なんか怪しいけど、ピンと。ああ、中にモンスターがあって、ミミック的なやつか。いやー、なんか強いんじゃないか。嫌な予感しかしないけど。ああ、強いな。いやー、これは。いや、なんかやってきてよ。ドッキリ箱。ドッキリ箱。いや、これ、アルス君は殴った方が強い。け。ああ、クレストさんは、スキル。あ、いててて。なんかやってきてる。なんかやってきてる。いや、もう殴っちゃえ。あんま食らった。ああ、アルス君が死んだ。いやー、ダメだ。殴っちゃう。何が起こった今。わちゃわちゃになってるけど、アルス君が死んだんだけ見えた。ああ、やばい。まさか、セイントブラストだ。怖っ。デュアルのセイントブラスト。よっしゃー。けどもう悲惨だ。このなんか、ヒロインと、毒。二人死んで一人毒っていう、一人。いや、だが、これは、勝つる。よし。まあ、こんな時のためにね、傷薬を買ってきて、あ、脂肪が治んないのかな。朱色の、一回回復、あ、生き返らせて、傷薬を使わないといけないという。前回のレミントンヒストリーだと、戦闘が終わると絶対生き返ってたんですけど、これはもうそういうものはなしと。いやー、なかなか厳しいですね。クエストが少しダメージを受けているが、これはアルス君の魔法で、戦闘で魔法を使ってる余裕がないっていうのは、自分がこのゲームをまだ慣れてないせいなのか何なのかっていうあれがあるんですけど。あ、セーブポイントだ。よっしゃ、セーブポイント、セーブさせてくれ。いやー、戦闘がね、もう途中で考えたりができないっていうのは私のあれには合ってない気がする。3だとよかったなーって。ここにも食い散らかしたのがある。どこ行け。なんか看板がありますけど、お、娘、マリアベル、ここに眠るって。この中じゃん、じゃあ。この中に入ればいい。お、アルス君、え、話し声が聞こえる。うん、誰かいるの。お、誰かいる。赤髪のやつとお姫様みたいなのがいます。この棺にマリアベルがいるのか。うん、そうよって、なんか紫色の髪で、なんか魔導士みたいな。そうよって。あ。そうよって。あ、バレてた。結構か、バレるな。うん、こんなところに何の用だ。うん、いや、ちょっと、マリアベルっていうのを探してたんですけど、うん、君たちは何者だい？マリアベルのことを何か知っているのかい？ふ、うん、俺の名はカイル、うん、後ろにいるのは、まあ、仲間だ、うん、ここにはある調査できたんだが、あんたらは何も知らないでこんなところに来たのか？うん、いや、マリアベルがいるっていうことだけは、うん、知ってるけど。お、クレストさん、ここにウルグとアマラの子がいるということは知っている。うん。それだけが。うん。それだけだよ。ならば早々に立ち去れ。ここからは、先は俺たちが。うん。そういうわけにはいかないわ。うん。ここはロストールの近く。何があるのか知る必要性があるの。うん。そうか。うん、向こうが納得してくれたわ。なら実力で追い出すしかって、ボスじゃねえか、これ。いやー、入る。おい、ここで召喚獣は使うなよ。
召喚獣使いじゃねえかよ。おい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 。ってことは、後ろのやつが、でも召喚獣使うなよってことは使ってこないな。あ、マリアベルが目覚めるかもしれない。マリアベルが目覚めると、俺たちも危ないのか。それはちょっとなぁ。どうしたらいいんだろう。やーお、ショック。危ね。クエストさんがよく回避した。ライトニング。誰だ。アルス君がダメージ受けたからウェアで回復。リワルは、セイントブラストで、もう帰るでいいや。あー、ワンワンワン。スペシャルで、痛いな。アルス回復。ウェアで、痛い。クレストさんを回復。ローザは、自分を回復。痛い。リワールは、セイントブラストでいいや。帰る。痛い。あ、回復しやがったな、あいつ。ショックだな。ショック。いけ。押してる。倒した。HP はそんなに高くないな。アルス君は自分回復。よし。レナじゃなくてローザは、ミニフレー。あーお。召喚術師？うん。攻撃。いや、クレストさんも攻撃。ダークス、痛い。ダークス、痛い。いや、アルス君攻撃。よっしゃー、アルス君のガッツポーズで。いやー、倒しましたと。くっ。さすがに強いな。うん。強いよ。ここな、一旦引かせてもらうって、また、こんな重要なところで、ここは、とここな。ゴジラ辻が。ああ、消えていった。あれ。まだいるけど。彼らは一体。いやー、獅子類類だったような気がしますけど。いや、大丈夫か。これだよね。あれ？これにマリアベルがいるってさっきの、人たちは言ってたような気がするけど。こっちから調べないとダメ。あ、この中にマリアベルがいるのか。うん。これは、開くのか。うん。まあ、やるしかないか。これを重い扉をなんか開け、お？なんか左から来たけど、ん？紫色、あ、なんか女の子みたいなのが来た。お主ら何をしているのじゃ。子供？なんでこんなところに？ここはマリアベルっていう魔王の娘がいるんだ。危ないから遊んじゃダメだよ。うん。私がマリアベルだよ。なんだって？あ、なんかいい。今消えたぞ。マリアベルが消えた。モンスターパーク。ヨークの家。あ、こいつ、あれじゃない？ロストールで盗んでいったやつじゃない？彼は、ここ、モンスターパークで、表向きは探偵として、裏では怪盗ヨークとして活躍していた。何？モンスターパークじゃないか。平和なモンスターパークじゃないか。え、さすがに、ロストール、いいものが多い。うん。しかし、家が手狭になってきたな。うん。どこかにいい土地があればいいが、この、なんか、盗品みたいなのをどっかに持っていくつもりか？うん。あ、この右にあるネックレスみたいなのは、盗んだやつか。うん。よし。南の森を抜けたところにあるカメリアに行くとしよう。カメリア。あそこならば、いろいろな情報が手に入る。うん。よし、そうと決まれば。うん。ん？師匠。あ、なんか来た。ちっちゃいな。リスが来た。師匠。うん。お呼びですか、チュー。語尾にチューがつく。ああ、チュータ君。チュータ君。帰ってきて早々なんだが、私は出かけようと思うんだが、あ、中太郎です、師匠。中太郎、ローが抜けてるのね。中太くんじゃなくて、中太郎くんでした。たった今帰ってきたのに、もう出かけるんですか、中。
語尾に中がつく。寂しいで中。そこでなんだか中太君。中太郎つってんのに、もうヨークは覚える気がない。君も一緒に来るかい？カメリアに行くってこと？ん？リスが驚いてる。ん？師匠。いいんですか、中？もちろんさ。嬉しいです、中。嬉しいで、中。うん。ありがたくお供するで、中。はい。あ、なるほど。これで、今度は、この、ヨーク編に入ることになりました。では、次回、このヨーク編に入るところで、次回、お楽しみに。ありがとうございました。